皆様こんにちは、リフトです。今回ですね、昨日ついに最終回を迎えました、こちらの作品ピーチボーイリバーサルですね。こちらのオンエア版、こちらですね、なんとオンエア版と時系列版ということで、オンエア版はその話をね、時系列をシャッフルごちゃ混ぜにして放送がなされてまして、そちらは最終回まで見た感想ですね、結果どうなったのかっていうのを、話していきたいなと、正直にですね、ネタバレなしで今回は話していきたいなと思いますんで、見てない方も安心して聞いていただけたらなと思います。で、こちらの作品に関してはですね、非常に、今期の前半2020年夏アニメの最初、大きな話題を集めたかなと思うんですけども、クール教信者先生って方、原作者、この方はね、こちらね、小林さんちのメイドラゴン作者さんでもあり、そして新作のアニメということもあって、非常にね、皆さん多分注目してる方も多かったんじゃないかなと、桃太郎のなんかもう一つの物語、イフストーリーみたいな感じでね、展開されていくのはこの作品で、なんとシャッフル放送がオンエア版ということで、D アニメの方には時系列版ということで、単純に時系、原作通りなのかな、時系列で普通に進んでいくっていうのが D アニメにあるんですけども、オンエアされてる、地上波とかで放送されてるのが、話の順番をね、いろいろごちゃ混ぜにしてるっていう方式だったんですね。で、僕自身も、最初の方にね、2本動画上げさせていただいてまして、1本目はそのシャッフル放送をその時点どう思ってるのみたいな話と、で、2本目に関してはシャッフル放送の真実みたいな感じ、ちょっと大それたタイトルでしたけどね、結果として、で、上田監督っていう、この作品の、アニメの監督さんが、そのシャッフル放送をやられたと。で、その際に、シャッフルの理屈があるんだと、原作ファンの皆様も最後まで見たら、その理屈に気づいてくださると思いますということでね、それは最後まで見るしかないだろうということで、オンエア版を見ましたというところですね。で、この監督、上田監督、詳しくはそちらの動画見ていただけたら早いかなと、記事もね、ありましたね、アニメイトさんの。そちら見ていただけたら早いかなと思いますけれども、この監督はね、時系列で進めるのはリスキーだと。で、原作こちらある作品で続いてるから、アニメでしっかりとした終わりを示したい、そのためにシャッフル放送をしたみたいなね、話をされていましたというのが、前提の話になります。でね、結構見てる方も減っちゃったんじゃないかなと思ってて、現時点でね、 D アニメ、時系列版とオンエア版どっちもある D アニメストアのウィークリーランキング、28位と29位で、時系列版が1個上の28位という感じになってますけどね。だから実際この話を聞いて、見るか決めようって方も多いんじゃないか、多いかもしれないですけども、僕自身率直な感想を話していきたいと思います。すいません、前置きかなり長くなって申し訳ないですけど、もう単刀直入に言おうと思います。今回のオンエア版を見て、時系列版でいいですね。オンエア版がね、クソつまんないとか、見るか自信もないとはもちろん思わない。この先にやっぱね、その話自体が面白いから、そんなことはね、思わないですけど、全くオンエア版、シャッフル放送にする理由、理屈に気づいたかって言われたら、気づきますよ。端的に言うと、ネタバレしない範囲で言うと、折れたたエンドって感じです。だから、よくあるアニメ一期の終わり方なんですよね。これをやるために、わざわざ、こんなね、波紋を呼ぶというか、だからそれで切ったって人結構僕聞いたんですよね。ピーチボーイリバーサイドね、原作ファンだけど、アニメめちゃくちゃなことしては絶対見てやるもんかとね、もう切れますとかいう声もね、僕自身結構いただいてましたけれども、D アニメでね、時系列版を見るのがいいんじゃないですかっていうのが結論になります。正直言ってやっぱ時系列版でやりつつ最終話を、最終回って各回想の時系列版の最終回って、みことっていうキャラの各回想なんですね、一応。で、だからそれでも終わると区切りが悪いっていう監督の考えだと思うんですけど、別にそこちょっとだけ最後ね、元の現代の世界というか、戻して各回想から戻ってきて、ちょっと折れたたエンドみたいな感じすればよかっただけなんじゃないか。本当に正直なところで、本当に正直、混乱しますよね、見てて。だって、多分、制作陣も監督さんの意見を聞いてとか、その制作陣の中にも、シャッフル放送の方が面白く感じますとかいう意見もあってやってるらしいんですけど、多分ね、毎週こうやって約3ヶ月間かけてピーチボーイリバーサルで追った人誰もいないと思うんですよ。だから検証したのは多分僕らというか、オンエア版こうやって見た人が初めてなんですよ、一週ごとで見る。いや、話全くわかんないですからね。いや、もうどんどんわかんないから、今どこの話やってんだろう、どこの話やってんだろう、どんどん飛んでくから、もう話がね、もう全然頭によく入ってこなくなるのが多分、普通なんじゃないかなと思います。多分ね、この先一気見でシャッフル放送のやつを見たら、まだいいかもしれないですけど、一週ごとに追ってたら、それ前回の話を完全に覚えてる方、例えば5話前の話をね、どれだけ覚えてるかって言われたら、そんなにめちゃくちゃ覚えてることないと思うんですよね。よっぽど何回見返してるとかは別ですけど、本来その時系列版で普通に放送があったら考える必要ないことをすごい考えまして、で、本日最終回、面白い、普通だったら面白い展開だと思うんですけど、あれこれどこの話みたいな
結果としてこれがどこに繋がってるんだろうみたいな、なんか謎な感じで、まあ、僕自身終わってまして、まあ全くおすすめできないかなというところですし、まあ、一気見する人はね、またなんか違った見え方がしてくると思うんですよね。よくこれはあって、一週ごとに追っていくのと、一気にバッて見ると全然そのアニメ見え方って変わってくるってことが結構あるんですよね。まあ、その伏線気づくかとか、例えばなんか2ヶ月前に放送された多分第3話の伏線を最後で回収されたとして、それを毎週追ってる人と一気に見た人たち、一気に見た人がね、おここ回収してるって なりやすいと思うんですよ。まあ、そんな感じで、見え方が変わってくると思いますけど、まあ、明らかにその、まあ、一週ごとにね、追った人の気持ちは全く考えてないだろうなっていうのは容易に想像つきましたし、まあ、明らかにそのシャッフル放送をする必要はなかったなというのが結論です。監督さんはね、激ドルとか、メルメデとか作られてて、まあ、監督さんやられててね。まあ、その先にどちらもオリジナルアニメかな。まあ、メルメデに関してはそれと同時になんか小説とかもライトノベルかも始まってたかと思いますけれども、まあ、どちらもオリジナルアニメ。だから、まあ、くじりよく追われるわけですね。こちらね、その点、かなり原作がしっかりしたある作品で、まあ、なんとかうまく終わらせたかったんだとは思うんですけれども、まあ、わからないですよね。で、しかも、普通に時系列通りに放送してたら結構面白かったんじゃないのって。だから、シャッフル放送でも、なんか僕、中盤結構楽しめる話もあったんで、まあ、それだけにね、なんか非常にもったいないことをしたなというのは思いますし、まあ、2期は、まあ、かなり厳しいんじゃないですかね。まあ、その、時系列版とオンエア版どっちもある B アニメで28位と29位、まあ、分散してるっていう考えももちろんできますけども、まあ、それでもこんな低い順にはならんだろうというのはありますし、まあ、この作品なんかね、原作あんま売れてないみたいで、まあ、やっぱね、クール教信者先生の作品だったら、まあ、メイドラゴンをまず見ようってなっちゃうんだと思いますけども、もう、正直僕もね、すぐ見てほしいですけど、こっちをね、メイドラゴンを見てほしいですけども、まあ、2期も厳しいと思いますけどね、まあ、ちょっと、今からオンエア版見るか。ちょっとね、もう本当に、あ、オンエア版じゃない、間違えた。D アニメの時系列版で見るかっていう感じが正直、僕はしてますね。なんか、最終的に見た感想として、まあもちろん時系列は面白いだろうとか、面白いという意見もね、まあ実際聞きましたし、僕自身なんか、よくわかんない感じで終わっちゃった。まあ本当に典型的なオールドダイエンドで、え？みたいな。まあ理屈に気づいてくださる。わかりますよ。こういう風に終わらせたかった、なんていうんだろうな。その、まあ俺たちの戦いこれからだーみたいな感じで終わらせたかったね。もう大いに伝わってきましたけれども、結局そこがあれ今どこの話だってやってんだろうみたいな、なんかそんなになんかよくわかんないこと考える必要性が出てくる。シャッフル放送はね、まあちょっといろいろ問題があったんじゃないですか。で、まあこれは別に監督さんもちろん一人が悪いわけではなくて、よくね、この上田監督のなんかオナニーに付き合わされたらふざけんなーとかいう声もね、僕自身結構見ましたけども、別にこれ監督側、まあ監督が一番悪いんですよ。それは監督言い出したら監督だからね、これ記事を見る限りは、まあそれ影武者がいるかもしれないですけど、まあ悪いんですけど、結局制作陣が OK した、原作でも OK したと、まあ原作では割と寛容なのかな、まあ好き勝手やってください、何でもいいですよみたいな感じだと思うんですけど、まあその OK したとみんなその責任なので、別にこれね、監督さんが悪いわけじゃないですけど、まあ少なくともまあこれは時系列版で良かったと思いますし、結構ね、やっぱ面白い作品だと思うんですよ。別にキャラの可愛さもあるし、バトルシーンとか、なんかちょっとほのぼのとした感じから急にこうシリアスになったりとか、面白さはね、やっぱすごいある作品だと思いますんで、これからね、ピーチボニーバーサーでシャッフルって聞いて、なんか心配だなと思って見てなかったから、ぜひDアニメストア契約してる方は、このまま見ていただいて、契約ね、これを機にしていただいて、他のアニメたくさん見れますからね、Dアニメストア。で、時系列版をね、見ていただくと、おー、いいアニメだなってなるんじゃないかなと思いますし、まあ見てる方の意見はそういう感じだったんで、多分今から見てもね、おお面白いじゃんってなると思います。それだけいい作品だと思いますんで、そんな感じで、楽しんでいただけたらと思いますし、僕自身はピーチボーイリバーサイドに今後触れる機会があるかは分かりませんけど、まあ、クール教信者先生はもう大ファンですね。一人なんかおたさんの姫、やんちゃな連載されてる僕クール教信者先生の新作も、ね、読んでるんですけど、まあメイドラゴンもね、まあハイパー応援してますと、来週最終回ね、まあ僕死にそうですけども、監督違いすかい次回作はお願いします。ということで、今回の、またね、多分、上田監督の作品、多分違う作品見ることもあると思うんですよね、監督だって。激ドル、メドルメドル、3作品目です、監督。かなり、なんて言うんだろうな、支持されてるというか、多分、まあ、実力あるからこそ、そうやって監督を何作品もできてることだ、と思いますんで、次回作も楽しみにしたいと思います。という感じで、今回の動画は以上となります。ここまでご視聴ありがとうございました。